欧州館受験生の皆さん、こんばんは。欧州館の塾長の飯塚です。今日は3月21日月曜日ですね。欧州館受験生の皆さん、頑張ってますでしょうか。ちょっと今ね、花粉症で僕もすごくこう毎日目がね、ちょっと辛いんですけれども、花粉症の方もね、今ね多いんじゃないかなと思うんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。教室の中でもですね、結構鼻をかんでね、る子が多いんですけれども、僕もね非常に花粉症でね、子供の時から結構辛い思いをしてたんでね、花粉症の時ってなんかね風邪ひいてるようなね感じになっちゃうんですよね。まあ花粉症じゃない人はね分かんないかもしれないんですけどね、まあ、花粉症のね、受験生諸君はですね、まあ上手に花粉症もね、薬とか飲んでね、ちょっと頑張るしかないのかなと。1ヶ月ぐらいですね、ちょっとみんな頑張っていきましょう、そういうところでね。ですね、今日はですね、春季講習会のねお知らせっていうのをねしようと思ってね、欧州館の TV やってるんですけれども、まあもうすぐね春休み入るというところで、ちょうどね、こんな感じの告知をですね塾生にはねさせていただいてるんですけれども、今回はですね春休みは特別企画ということでね、外部の方もですね、受講していただけるというふうな形にしてます。でね、今回の欧州館ノア TV 春季講習会というところで、まあ、このホームページのね欧州館ノアのこの欧州館 .jp、 このホームページのこのトップ画面のここの画面のところでですね、連日ですね3月の26日から4月の6日まで、これね無料で見れるように今回はしてますので、ぜひ見ていただきたいなと。欧州館受験生の方はですね、で欧州館ノアのね授業っていうのはどんな感じでやってるのかなと。で通常ね個別で行ってるんですけれども、今回はね、ノア TV 出張版ということでですね、ホームページの中でね、先生の方が一方的に講義形式で行う感じにするんですけれども、教材の方もですね、こんな感じでできてますので、これを予習してですね毎日毎日連日行いますので、大体1回の授業をね10分から15分ぐらいで設定してます。で、これ番組カリキュラムがね、こういう風に放送内容があるんですけれども、でこのホームページのところにもね、下に出てると思うんですが、これをぜひちょっと見ていただきたいかなと。タイムテーブルの方ですね、中身に関してはですねまだこの春の時期ですので、それほど難しい問題はしてませんが、欧州館受験生であればね、確実に知っとかなきゃいけないこと、それをですね今回編集させていただいたこのテキストの中にですね、盛り込んでますので、これをね、ぜひちょっと使って勉強していただきたいかなと。春季講習ですのでね、お気軽にこれ無料なんでね、ぜひ参加していただきたいと。塾生はね、全員参加ということになってるんですけども、通信教室の生徒さんと塾生はねこれ全部受けてもらうんですが、そうじゃない外部の方もですね、この春は特別企画ということで、受けていただければなと。でまたこの教材の方なんですけれども、これね、欲しい方いらっしゃればですね、ノアにお電話いただくか、もしくはホームページの方ですねの方にアクセスしてメールいただければですね、noatv@njlabo.com っていうですね、noah@njlabo.com のところまでですね、メールいただければですね、テキストの住所と お名前をね、教えていただければ送付させていただきます。ただまあね結構迫ってますので、3月26日かな、ですので、期間中でも構いませんけれどもね、一応今回ね再放送をね、しないということになってますので、その日1日しかやってませんので、毎日ね4時半前後に番組が更新されます。この10分15分ぐらいの番組がですね、でこれ翌日の4時半ぐらいになると次の日の番組がまた始まりますので、24時間以内にですね、見ていただくという風な形になります。でこのテキスト僕の方でね編集させていただいて、あと各先生ですね、佐々木先生、新井先生、本田先生、遠藤先生にね、それぞれ、持ち回りでですねちょっとこれ授業させていただくことになりました。番組のねこれ中身軽く言っていきますと、3月26日、これね僕の方で問題文の読み方、問題文に線を引く重要性っていうのが3月26日ですね。27日は記述式問題の解き方、オウム返しの法則について、これもね僕の方でやらせていただきます。3月28日29日は本田先生の作文の日ですね。欧州館作文と学校作文の違いについてとかね、欧州館作文の型について、この辺をですね2日間にわたって行います。
3月30日31日はですね、新井先生の理系になりますね、規則性、これ2日間にわたって行います。4月1日2日は佐々木先生の方が図形をねやってくれることになってます。図形の問題もね、欧州館必須の問題なんでね、空間図形、平面図形、このあたりのね基本的なところをこの日にやります。4月3日4日はですね、遠藤先生の方で社会の方をやっていただくことになってます。今年欧州館は社会の歴史の問題がね、まあ出ました。例年資格2っていうのはね、社会が出てきてます。またちょっと近年ね、知識量をね問うような問題も出てきていますので、4月3日4日の社会の遠藤先生の授業は、これは皆さんお見逃しないようにお願いします。で4月5、6っていうのはね、僕の方で最後2日間グラフ資料の読み取り1、2というふうに2日間わたって行います。これが3月26日から4月6日まで、毎日10分から15分ぐらいの番組になりますけどね、まあ予習が必要になりますので、予習をしっかりして、授業に挑んでください。また授業終わった後ね、解き直しと復習、これもやってほしいかなと。ホームページの下の方に出てると思いますので、ここのタイムテーブルとですね、中身のところよく注意事項を見てですね、参加していただければなと思います。で今年はですね、この欧州館ノア TV、どんどんですね、今まで塾生の方にですね中心に、動画を結構配信してきたんですけれども、欧州館受験ね、近年非常に難しくなってきてまして、情報もね、欧州館はね、試験に関するもの少ないというところがねありますので、ノアの方でもですね、今年はホームページの方で、動画の方こういう形でね、ノア TV の方で、ね、お送りさせていただきますので、まあ、ぜひね、今回のこの春季講習をきっかけにしてですね、欧州館ノア TV、 ぜひ皆さんね、今年の受験生、また来年の受験生、将来の受験生の方々ね、見ていくようにしていただけるといいかなと思いますので、します。まずね、このテキスト欲しい方、まあ、6年生は全員必須ということで、5年生以下でもですね、受講できるような形の内容になっていますので、ぜひテキスト欲しいという方はですね、0357100181、これね欧州館の、ね、お電話番号になるんですけど、そこにかけていただくって、お名前と電話番号、連絡先ですね、教えていただければ住所にそこに送付させていただきます。またメールアドレスね、noah@njlab.com、 そこのところまで、noah@njlab.com かのところ、下にね出てると思いますので、メールをですね、していただければ、大急ぎで送付させていただきますので、お願いいたします。まあ、毎日4時半前後に更新されてしまいますので、その日のうち24時間以内に受講するように皆さんお願いいたします。じゃあ皆さん、春季講習会頑張っていきましょう。欧州館目指して皆さん頑張ろう。